はい、本日のメニューです。7月20日ですね、金曜日でありますが、デイリーマーケット情報ではサイバーエージェントの藤田社長のですね、藤田社長のコラムっていうところは間違いなんですけど、日経のコラムで藤田社長の話が取り上げられているコラムがあって、その話、それが面白いっていうのと、旅の話、パート3 がまだ続きます。で、マーケットは、なんだか上下激しかったですね、動きが激しかった、随分高い場面もありゃ、上海株が安くなって売られて、で、上海が急速にその後上がって、みたいな、なんか忙しい一日でしたが、まあ、日経平均、日本株としては結局続落となりました。アトラクティブストックスの方では、今日はもう、バイオ祭りみたいな感じですからね。あとはカジノ、再生エネルギーということで、結構テーマ物色がはっきりしていた一日でした。明日はこれをやっぱり早かった、あいつ。昨日上がっちゃったから今日下がっちゃったじゃんっていう感じです。まあそこまでおすすめはしなかったんで、買われた方はいなかったかなと思うんですが。ですね。で、来週はこれを買いになりますね、週末ですね。ちょっと来週はこれを買えは遅くなります。来週なかなかいろいろ何ですか、決算発表の銘柄いろいろありますんで、ちょっと配信が遅くなりますが、まあ、同日とありますんで、その間で見ていただければなと思っております。で、一応、先にお伝えしておきますと、来週月曜日、アルインコの業績は見ます。今日業績発表してますんで見ます。そして、明日じゃないですね。来週月曜日は、KOA。KOAというんじゃダメなんですね。KOA かゴールドクレスト。この辺かなと思ってます。ちょっと KOA の方は、高いんですよね、今ね。なので、ちょっと、出尽くしみたいな感じにならなきゃいいなと思ってます。ゴールドクレストはちょっと逆に反発というか、安いところを拾っていきたいっていう感じですかね。利益体質の高い企業なので、あんまりその割に不動産企業の割には無理しないっていう、なんか心臓に優しい企業なので、まあ、どうかなっていうところですかね。不動産企業結構、小型中心に業績堅調なところ多いですんで、注目してみたいなと思います。ということで、ここからは、主要指数の動向と22534銘柄を中心に大型株の動向を確認してまいります。デイリーマーケット情報の時間です。まずはフリートークのところから。暑いですね。最後ね。今日は久々に涼しいですねみたいなことを言ってみたいですが、なかなかそんな日もなくってことなんですけど、今日経で、電子版だけなんですかね。ちょっと紙面を私、あんまり紙面で読まないんでわかんないですけど、電子版でネット工房記っていうコラムが連載されてるんですけど、それ面白いんですよね、今ね。今サイバーエージェントの藤田さんの内容になってて、ちょっと電子版登録されてる方、ぜひお時間あれば見ていただきたいんですけど、すごい面白くて、なんですかね、みんなかっこいいなって出てくる登場人物がみんなかっこよく描かれる感じになってて、かっこいい。それこそあれです、優先ネクストのね、宇野さんとか出てきて、かっこいい登場の感じなんですよね。宇野さんかっこいいなとか思うわけなんですけど、まあすげえなって思うとともに、怖えなっていうもうほんと怖い。いやーっていうちょっとね、気持ちやっぱり上場させるっていうのは、それだけのなんかね、いろんなことに巻き込まれてしまうわけですよね。まあ怖い怖い。私はちょっとここでそっとやっていきたいと思います。で、旅行の続きなんですけど、たこ焼き食ったって話までしたんだと思うんで、夜、ちょっと夕方ぐらいですよ、それも。だから、道頓堀のたこ焼きを食ったところで、5時ぐらいか。5時過ぎとか5時半ぐらいだったと思います。で、まだちょっともう、夜ご飯食べるにはちょっとまだ、ね、間食が多かったんで、全然そんな気にならない。じゃあ、どうしましょうか。で、ちょっともう一つなんか観光的なところで、あんまり、行かないような感じの、ザ観光みたいなところはあんまり行きたくない感じなんですよね、こういう時は。もうなんか通天閣みたいなのはちょっと違うと大阪城とかあべのハルカスみたいなやつはちょっと違うって感じで、で行ってみたのがこちらなんですよ。写真ご覧ください。はい、こちらです。東経135度4号線ありまして、標準時4号線のところですか明石の正式名称なんて言うんだか忘れましたけど、そんなやつです。標準4号線、標準時4号線だったかな、のところに来まして、でその駅に日本で唯一この東経135度線が通っている駅があると、これひとまる駅ですかっていう駅で、で何線ですかね、阪神高速鉄道みたいな、そんな阪神じゃないか、兵庫神戸高速鉄道、まあそんなやつだったと思いますのホームに行ってで見てきました。まあ、当然これをまたぐわけですね。みんなでまたいだりとかして、で鉄道と一緒に撮ってみたりして、これ何姫路行きか、姫路に行くやつなんですよこれね。はい、で鉄オタの方にはたまらないこの明石海峡と鉄道とこの4、5線とっていう、組み合わせ良さげじゃないですか。で顔出しすると怒られるんで隠しましたが、みんなでまたぐというそんな形であります。で反対側、海と反対側になんかこういうその博物館、天文科学館みたいなのがあるんですね。でなんかこうなんとかタワーみたいなのがあるんですよ。もう閉まっちゃってて行けなかったですけど、空の明るい感じ、最近なんかピンク色の空多いですよね。なんか世界的にこの前なんか全部ピンクってのもあるんですけど、全世界的にピンク色の空が見えた日があったとかなんとかつってましたけど、そんなところがあります。実際もうちょっと暗かったですけどね、この写真だと明るいように見えますが、そんな感じです。で夜、明石のなんかタコの踊り食いが食べたいっつって言い出して探したんですけどなくて、でその唯一なんかそれやってそうなお店に行ってみたんですけど、もうちょっと終わっちゃったって言われて、踊り食いは。でなんかそのお店もちょっといっぱいで、その人のなんか弟子がやってるお店を紹介してもらって行ってきて、なんでこの魚だけ写真撮ったんだか忘れましたけどこんな感じ、海鮮が美味しかったですっていう感じです。まあ、あとはちょっと酔っ払ってしまって、でその大阪で拾った友達仲間だけあんまり別にお酒得意な人じゃないんで、酒を飲まないで運転するってで、あと他でみんなで飲んでしまってっていう感じで飲んで、で私はもう、ね、途中で、多分30分ぐらい寝てしまって1年に1回あるかないかの飲みながら寝ちゃうっていうやつですね。でもさっと起きるなんか潰れるみたいな感じじゃない、ただ寝るっていう、眠いから寝るでパッと起きる、そんな感じでありました。そんな明石の夜でありまして、そこからまた別に泊まるとこはないんですけど、ちょっとやっぱ休まなきゃいけないんでまた移動するんですよっていう話をまた来週になりますが、続編していきたいと思いますのでお付き合いください。ということで7月20日、もう20日になりましたね。7月下旬に入ってまいりました。7月20日金曜日週末、日経金株価の方を見てまいりましょう。はい、日経金株価今日は66円80銭安、22,697 円88銭 0.3% の下落となりまして、2日続落となりました。結構大きく上下に振られましてですね、十字足に近いような形になってます。為替が112円台前半ということで、随分円高になってしまいましたっていうところも一つの要因であると思います。トランプさんが、なんかテレビのインタビューで、あんまりちょっと、過度な利上げは容認できないというような発言をしました。まあ、これがどれぐらいのこうね、重さのある話なのかはわかりませんが、そんなところを受けての円高。まあ、ドル売りが進んだというような形でありました。で、まあ、そんなこともありつつ、ニューヨークダウは昨日大幅と言っていいのか、大幅下落ですかね。6日ぶり反落となりました。134ドル安、25,064 ドル 0.5% の下落となっています。まあ、そんなに大きく崩れたわけじゃないかなというところですけどね。ナスダックも反落でありまして、これどうせまたナスダック出しても数字出ないんで見ませんが、ナスダックが、の方が下げが小さいですね。0.37% の下落となっています。で、そんなところを受けて、5分足、日経平均5分足で見てまいりますが、朝方は結構しっかりしたスタートだったんですね。また期待から始まって、日本株はまだまだいけるっしょーみたいなところからスタートだったんです。もうちょっと安く始まってもいいのかなっていう印象なんですけどね。で、高いところ、10時過ぎぐらいのところで 22,869 円。870円付近まで来ましたが、上海の市場が開けるのをに合わせたような形でですね、ストーンとこの10時半を過ぎたあたりから急速に下落したと。上海の下落が大きかったんですよね。上海総合指数ご覧いただきましょう。5分足出るかな。ということで、まあ難聴なスタートだったわけですよ。はい。なんですが、まあ、上海の午後から急速に上げ幅を拡大してきた。まあ、なんか動きがあったのかなんだかね、よくわかんないですけどね、上海なんでね。っていう、まあちょっと、どう素直に受け取っていいのかわかりませんが、そんな動きに合わせて日経平均も5番、引けにかけて上昇して終わったと。そんな形でありますが、さすがに昨日の、水準までは戻せず、マイナスで終わっております。トピックスの方も、マイナスであります。まあ、そんなに日経平均と変わらない下落率ですね。4.61 ポイント安、1744.98 ポイント、0.26% の下落。ジャスダック平均3円93銭安、3804円74銭、0.1% の下落。小幅にとどまっていますんで、まあ、ジャスダック頑張ったなと。で、まあ海外の要因でっていう話ですんで、こういう時はやっぱり大型株の方が影響をマイナスに受けやすい。で、小型は今日はしっかり、小型新興市場しっかり、マザーズ指数 3.27 ポイント高、1040.09 ポイント 0.3% のプラスとなりました。マザーズ指数だけが頑張ったなと、そんなところであります。リート指数、プラスですね。リートは調子いいですね。最近ね。まあ、ここの底を見てしまうとですけどね。こんなところであります。ちょっと、本当に調子悪かったリート市場ですが、まあ、興味ある方というか、別にリートもいいよっていう方は見直してあげるといいのかなという展開になっております。225銘柄で見てまいりますと、値上がり銘柄数が72、変わらずが7、値下がりが146ということで、こちらまた、値下がりの方がダブルスコアぐらいで勝っている形ですね。で、もう、分かりやすく内需ディフェンシブが強かったっていう日でありまして、まああんまり見ない業種別とかを見てみようかと思いますけど、業種別見ないのはなんかストボを見てる方とか大体ね、あっち今日明日株で業種別見るんで、そっちにお任せしておけばいいかなと思ってるってことなんですけど、まあ分かりやすく内需ディフェンシブが上位ですね。食料品、まあ石油が昨日上がりましたんで、そのやっぱりイランから、原油買うなみたいな話を受けて、この辺石炭製品とか、あと山の工業が上がってますが、あと空運、まあディフェンシブとですかね。電気、ガス、陸運、医薬品、繊維、情報通信、小売、倉庫運輸と。まあそんな形ですよね。はい。という形でありました。225の個別の銘柄見てまいりましょう。225銘柄で値上がり率トップ。今日はもう医薬品が結構ぶっ飛んでる銘柄もあって、バイオベンチャーとかが結構動いたりとかして、それにつられるような形で、大型もいくつか医薬品いいところがありました。値上がり率トップは第一三共製薬でありました。出ませんでしたね。第一三共。よはい、第3共製薬131円高4798円 2.8% 上昇で高値更新です。これレーティング出てたんですかね、確か。最近レーティング情報のコーナーをやらなくなってしまったのであれですが、確か野村からレーティングが出てまして、そうですね、目標株価3800円から4300円に引き上げっていうのが出てまして、それを交換した形、それを受けてというところですね。値上がり2位がこちら、コナミ、まあ、ディフェンシブ、ゲーム、アンチエイジングみたいなとこですか。140円高5700円 2.5% 上昇。そしてここで来たのが、ちょっと最近難聴だった、ビールですね。サマーストックだからこの辺がもっと頑張ってもいいなっていうところなんですが、ちょっと利食い売り、あんまり利食い売りっていうことで片付けることにはしないようにお話をしてきたんですが、まあそういう動きだったんでしょうね、やっぱりね。で、キリンが今日は値上がり3位、63円50銭高3047円 2.13% 上昇。あとは軟調だったコンコルディアとか今日いいですね。4日続伸ですか。9円高550円 1.66% 上昇。あとは、中部電力。26円50銭高1745円 1.5% 上昇です。中部電力いいんですね。あとは、またビール、アサヒ。83円高5612円 1.5% 上昇。と、通信。KDDI。45円高3154円 1.5% 上昇。また高値取りそうな気配ですね。いいですね。あとは、キッコーマン。あと、原油か。JXTG。あと、トントンだけど終わらせようとしました。日野の2トンですね。あと、この辺が久々になんか入ってきたなっていう、東レ。この辺です。繊維。化学、ガラスあたりがちらほら見えるかなって感じです。東レ10円高883円60銭 1.1% 上昇。その下、アサヒガラス、AGC。50円高4400円 1.1% 上昇。AGC の、なんですか、電車の広告いっぱい貼ってありますね。やっぱり名前変わっちゃうと、一般消費者はピンとこないって感じです。だからその業界とかの中では AGC とかの方が通ってるのかもしれないですけど、我々としては全然ピンとこないですから、一生懸命宣伝した方がいいですよね。うん。なんてことを思って。リコー、ソフトバンク、あと鉄道系とかが上位に来ております。そんなところでありました値上がり率ランキングです。値下がりの方、225銘柄値下がりの方はこちらですね。値下がり率トップ、電通。345円安、4705円、6.8% 下落、大幅安となっております。海外の方の業績があまり良くないっていうことなんですよね。前期とかは電通結構国内がいまいちながらも、海外業績が良かったからそっちに助けられたっていうようなことでしたが、今回は逆に、海外が足を引っ張るような形となったというところです。で、あとはシクリカル銘柄はやっぱり良くないということで、半導体は今日は大幅反落ですね、全体的に。サムコ99円安、2292円 4.1% 下落。アドバンテスト。80円安、2444円 3.17% 下落。東京エレクトロン。そんな発音であったのか知りませんけど、東京エレクトロン575円安、18,755円に 3% 下落。スクリーンホールディングス。200円安、8110円 2.4% 下落。信越化学は変わらずですね。1550円。ちょっと信越化学だけ最近違う動きを見せておりますが、何かあるのかもしれませんが。何なんでしょうか。値下がり3位は東方亜鉛なんですね。160円安、3725円 4.1% 下落で安値更新ということで、亜鉛が安い。そんなところですね。あとは、古川グループのお父さん、古川機械金属、古川山ですね。54円安、1544円、3.4% 下落。これも安値付近ですね。で、その後、5位、6位がアドバンテスト、東京エレクトロンで、その下が山ですね、また。住友山別紙、住友金属鉱山、117円安、3822円、3% 下落。安値更新ですね。ちょっと素材系が本当に弱い。で、これも非鉄。古川電工ですね。この電線が本当に下げ止まらない。110円安、3695円、2.89% 下落。ちょっとお隣さんあたりも見ますか。富士倉。これも安いんですね。住友電工だ。14円安、1666円、0.8% 下落。こっちがやっぱり富士倉の方が大きいですね。17円安、684円、2.4% 下落。あとはこの辺、あ、ないや。御三家の一角。昭和電線。10円安673円 1.5% 下落と、まあ、すべて安値付近であります。頑張れというところですね。安川がその後続きます。この辺の FAK 昨日頑張ったかなと思ったらやっぱりダメだったっていうことですね。105円安 3680円 2.8% 下落。そんなところでしょうか。スカは、第一生命、千代田川工研、ニコン、太平洋金属、日立建機。そんなところが続いております。厳しいですね、なかなかね。で、今日の楽天のコーナーということで。その藤田さんの記事のコラムの中では、もう三木谷さんが救世主となったっていうような話で、三木谷さんは多分優しい人なんですよね。別に直接会ったことはないですけど、いろいろ話を聞く限りは優しい人なんだろうなと思うので、頑張ってほしいなとは思うんですけどね。楽天。今日も続落ですね。7円安800円60銭 0.87% 下落。ヤフー2円安368円 0.5% 下落。あと大型でちょっと安値をつけたところを見ていきましょう。なんかあるかな。太平洋セメント。セメントも安い。35円安3460円 1% 下落で安値更新ですね。あとはそんなに安値っていうところはさすがにないかって思ったんですが、ここが安いですね。SMC360 円安い 35,670 円 1% 下落で安値更新です。よく対比して見られる、なんだっけ、キーエンスとかはそんなに下げてないんですけど、今日プラスですね。670円高 59,140 円 1.15% 上昇。そこまでの下落じゃない。まあでも安いですけどね。っていうような形ですね。そんな感じですかね。安値更新は。あとは、松竹がまだ安い。松竹200円安 13,220 円止まらないですね。こちらもね。5日続落になってますか。結構きつい下げですね、これね。なんか、下げ止まる気配がまだ見えません。この感じではちょっとって感じですね。1.5% 下落。こんなところですかね。はい。一応、あれですよ。海洋掘削とかも下げてますからね。お気をつけくださいね。11円安24円。31% 下落。ということでありまして、大型株の状況でした。以上、なんだっけ、デイリーマーケット情報でした。